陽光は中国の作家、翻訳家。本名は陽末光。代表作に観光六期、荒井、宋、我門。原石はチャンスー賞無尺誌で、1911年7月17日に北京市に生まれた。父の陽影ぐいは日本の早稲田大学の卒業生。1923年、父親に連れられ、チャンスー賞蘇州市に引っ越す。 1928年に、蘇州東呉大学に入学し、1932年7月に卒業。卒業後北京聖火大学に進学、在学中に夫となる、先生書と知り合う。1935年に結婚し、同年にイギリスやフランスへ留学した。1938年、先生書を連れて帰国。上海新誕女子文理学院外語系教授。 聖が大学生後系教授を歴任する。1953年、北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所、中国社会科学院外国文学研究所の研究員にも就任した。文化大革命から57幹部学校に加放され、労働に従事、文化大革命で受けた攻撃も激しかった。1981年、観光六期を発表。 1997年3月4日、彼女の娘の千円が、脊椎癌で亡くなった。1998年12月19日、夫の戦勝書が亡くなった。2001年、十日の絵馬いたる流亡を発表。2003年、我門を発表。96歳だった2008年には、そういたる人生返上、自問自答を出版した。2016年5月25日、 北京協和院で死去。104歳没。桜葉由美子役、別れの儀式陽光と、千章書、ある中国知識人一家の物語弁制出版。2011年7月、中島緑役、お茶をどうぞ平凡者。1998年7月、中島緑役、観光六期、文化大革命家の知識人、ミ書房。処房。1985年2月。 中島緑役、フロミスズ書房。1992年10月1985年、林内内、最下三文章。1986年、同吉家徳、スペインアルフォンソ10世、勲章2003年、ガモン、十大好き書。最も才能があり、最も、良い妻、千少書。ありがとうございます。